はい、ご飯の時間です。今日も豚汁だよ。豚汁の具とご飯の具、ご飯ね、あと下はいい匂いするんでしょ。豚肉美味しいよ。あ、ごぼうも美味しいし、里芋も美味しいよ。いい匂いするんでしょ、みんな。お腹空いてたんでしょ、君たち。お腹すきすきマンだもんね、君たちね。今日食べんね、ちゃんとね。まあ、お腹いっぱい食べてね。それじゃあねー。いいかい？もう。みんないっぱい食べ始めたね。ちょっと暑かったのかな、じゃあ。冷めてきたら美味しいよ。うん。ご飯も美味しいよ。卵がかかって、卵のね、白身のところがかかったご飯、下は。栄養あるよ、全部。食べてきたらよく食べるね、みんなね。ちゃんとね、食べてね。母ちゃんばっかり口にいっぱい詰めてんね、ご飯。母ちゃんいつものことだけど、もういっぱい口に詰めてね、ああいう時は大体逃げ出そうとしてるんだよね。逃げ出そうとしてるよ。このね、家はね、秘密があって、この底が、ちゃんと家があるんだよね。ここね、平面の家になって。巣箱じゃないんだよね、ここね。ちゃんと地下みたいのがあるんだよね。一階だか地下だか、ちょっと、そこら辺は、ちょっと微妙なとこなんだけど、
上に出て生活して、寝るときはちゃんとこの中入れるんだよね。いいじゃないの、この住まいの設計。食べてる？みんな。お腹いっぱいになった？